国吉城は、福井県美浜町助垣にあった山城である。若狭国守護大名の武田氏重臣であった、阿波谷勝久が、戦国時代に気づき、越前国の朝倉市の度重なる来襲に対して、牢城戦などで守り抜いた。後に、織田信長が、越前攻めで国吉城に中軍した際、長年にわたる勝久の戦いぶりを称賛したと、伝わる。 越前国と若狭国の国境である関峠を過ぎ、若狭国に入り、旧丹後街道を進んでいくと、北は天皇山、南は三竹山に挟まれた椿峠がある。越前から若狭に深く侵入するには、この椿峠を必ず通過する必要があるが、国吉城はまさにその軍事上の要衝を抑える位置にあり、三竹山の北西を魂丹の通称、 城山に築かれている。元は、常国国吉が築いたもので、その城跡を利用して1556年に、あわや勝久が改修し、築城したと言われる。勝久は1563年から1569年の間、毎年のように攻め寄せる越前朝倉市の軍勢と幾度となく戦った。その壮絶な戦いぶりは、国吉城老城戦として、 若州三方軍国良式牢城記などに伝わっている。2009年4月に国吉城の歴史を紹介するガイダンス施設である若狭国吉城歴史資料館が開館している。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。近年、発掘調査や整備が進み、車、石垣、土掘堀切りといった山城の構造物を見ることができる。 また、ふもとには、館と見られる石垣も認められており、平時は、館で生活し、戦争時には山城にこもるという、戦国時代の典型的な形態となっている。館と山城の両方の意向が現在でも残っている。点は、全国的に見ても珍しい。ありがとうございます。